我からは海洋に生息する小型の甲殻類である。海藻の表面に多数見出されるほか、深海底にも生息している。横エビと近縁で短脚目に分類されるが、複節及び微節が著しい耐火傾向にあり、体の大部分が頭部及び胸部により構成される。多くの種において、体を屈伸させるほかに単独で水中を移動する術はなく、 もっぱら生息機質である大型藻類等の表面に、定位し、デトリタスや藻類を食べる。メディアを再生する、荒野の表面に付着する、我からの一種カプレラリニリスシーボルトが持ち帰った、標本に基づく大我からカプレラクロイアリーの記サイズ、腰とげ我からカプレラムチカ我から類は、伝統的にアモクに対応する分類群であったが、横エビの一群であるドロクダムシ類との類縁性が、 指摘されていた。ドロクダムシアモクに含める見解がある一方、現在は、横エビ類の一角をなすものとして位置づけられている。コミナトからカプレラコミナトエンシスベルギー沿岸で採取された横エビの一種パリアンブス。ティッピカスカプレリデー。三赤に分けられる。カプロゲマリデー。一族からなる。横エビと、我からの中間的な形質を示し、 頭部と胸部の間に分節構造が見られるほか、複節を5節有し、三体の原足と二体の押しを持つ。古くは、古今和歌集に、我から、が登場する。携帯の記述こそないが、階層に付着している様子は述べられており、現代の、我からと同一のものを指すという解釈は広く、受け入れられている。ありがとうございます。